極東極東とは、東、アジア、東北アジアと、東南アジアの一部地域を示す言葉。ヨーロッパ、アメリカ及び経度から見て、最も東方を指す、地政学あるいは、国際政治学上の地理区分。中国の甘縮省や四川省から極東ロシア、朝鮮半島、台湾、日本にかけての地域を指す。歴史的には、 ヨーロッパから見て最も遠くにある地域として名付けられた。ヨーロッパにより近い地域は19世紀には中近東の呼び方が一般的だった。しかし20世紀になって中東の概念が用いられるようになったことで極東、中東、近東に3分した故障で地域が区分されるようになった。極東は列強諸国の進出が争われている地域。 中東はイギリスからインドに至る洋路に存在する地域、近東は東方問題が焦点になっている地域として捉えられた。なお、当初の中東と近東の概念は第二次世界大戦後に定着したものとは範囲が大きく異なる。極東、中東、近東の区分については第二次世界大戦後中近東の区別が次第に使われなくなり中東にまとめられる傾向がある。 日米安全保障条約第6条においては、極東の範囲を大体において、フィリピン以北、日本及びその周辺地域と定義されている。なお、日本の解釈に基づく、この場合の周辺地域には、韓国及び台湾も含まれると解釈される。台湾の領有権を主張する中国はこの条約における極東の定義について反発している。極東連邦管区。 1. 1サハ共和国2。沿海地方3。ハバルフスク地方4。アムール州5。カムチャツカ地方6。マガダン州7。チュクチジチカンク8。サハリン州9。ユダヤジチ州ロシアで極東というと、ロシア極東、または極東ロシアの意味で使うことが多い。現代の行政区画としては、連邦管区の一つである極東連邦管区が置かれている。本部はハバルフスクに置かれる。 人口は7169,400人で、ロシア全体の4.9%、面積は36%である。このうちサハ共和国は極東に含めないこともある。軍事面では極東軍管区が置かれている。1920年から1922年には極東共和国が存在した。範囲は極東連邦管区とはややずれている。ロシアでは 他国で言う極東を表したいときは極東とも言うが誤解を避けるためにはアジア太平洋地域や東アジアなどと言い換える。ABC 栗田貞子中東情勢と日本世界の行方公共研究第13巻第1号千葉大学178ページ。ABC 池内恵み、中東概念の変容中国インドの台東と西アジアの復活 中東協力センターニュース2018.72020年6月30日閲覧畑中美希最近の中東情勢と世界経済への波及中継連2020.1中部経済連合会2020年6月30日閲覧ありがとうございます